明日の昼はラオがいいな。ラオ、黒目。ラオの CM 安倍サダヲになったんだ。リアリティあるな。まるで俺んちみたいだ。お客さん似てるよね、あの俳優さんに。え、食卓王国にラオ袋麺。明日の昼はラオがいいな。ラオ袋麺。ラオの CM 安倍サダヲになったんだ。リアリティあるな。まるで俺んちみたいだ。お客さん似てるよね、あの俳優さんに。え、言われるでしょ。いや、ないです。なんだっけ今の俳優、よくドラマとか出て。安倍サダヲ。ああ、安倍サダヲ。え、安倍さん本人。いや、違いますよ。双子。いや、違います、本当違います。別が。いや、食卓王国にラオ袋麺。明日の昼はラオがいいな。ラオ袋麺。ラオの CM 安倍サダヲになったんだ。リアリティあるな。まるで俺んちみたいだ。お客さん似てるよね、あの俳優さんに。え、言われるでしょ。いや、ないです。いや、似てるよね今のラオの CM の。あ、安倍さん本人。いや、ちょ、あの、普通に会社員です。あ、ラオ持ってる。似せてんじゃん、自分で。寄せてんじゃん。たまたまです、これは。ラオ袋麺冷やし中華も。明日の昼はラオがいいな。ラオ袋麺。ラオの CM 安倍サダヲになったんだ。リアリティあるな。まるで俺んちみたいだ。お客さん似てるよね、あの俳優さんに。え、言われるでしょ。いや、ないです。いや、似てるよね今のラオの CM の。あ、安倍さん本人。いや、ちょ、あの、普通に会社員です。あ、ラオ持ってる。似せてんじゃん、自分で。ね、似せてんじゃん。ないですよ。たまたまですよ、これは。まだ。え、あ、あ、え、あ、そんな、あの、嫌ですか、似てるのは。うん、嫌いですか。え、安倍サダヲ嫌いですか。いや、そういうことじゃないですけど、別に。うん、あの、いや、ね、僕らは結構好きだけどね。大好きです、安倍サダヲさん。僕そんな知らないから、安倍サダヲっていう方を。じゃあそんなに似てることが嫌だっていうわけじゃなくて。わけじゃないです。はい、まあ、よかったよかった。よかった。なんかすいませんでした。いいです。食卓王国にラオ袋麺。